まだ11節新潟に勝利から3勝3分け1敗7試合で勝ち点10、5得点6失点という形で様々な面で改善して今日のピッチに臨んでいます。そうですね、本当はああいったシーンで逃げてしまうシーンあると思うんですけれども、本当最初に言った球際の部分、そして負けない気持ちっていうのが、井上ミスになってバルセロヒアンダー、太田なんとかセーブ。山下、ユーリララ運んで運んでドリブル、クロスが来る、ここで山根、まだある、山根坂本に出します、ポケットを取りに行こう、ワンタッチ、山根のクロスファーサイド、林のヘッドはさせませんでした。山下シュート、ポストか、太田触ってポストか、マテウス・モラエス、マルセロ・ヒアン、太田パンチング、平戸、山根クロスが入ってくる、ヘッドだ、6ポイント、先制したのは横浜 FC、彼ヘディング得意なんですけれども、はい、もうしっかりとボールを見てゴールに流し込んでますよね。外に出す一味、ヘッド、クローザー線を崩した、ヘディングすごく叩き込むんではなく、はい、コースを狙う、少しソフトに当てることでコースを狙った素晴らしいシュート、クロス、パトリックだ、どこにゴールを狙いに行くかっていうスペースを取っておいた中で、平瀬選手からクロスなんですけれども、素晴らしいボールから素晴らしいスペースを見つけて、セカンドボール、坂本だ、そしてここでホイッスル、